だの喧嘩祭りだの喧嘩祭りは、兵庫県姫路市白浜町の松原や渡神社で行われる、周期礼大祭の通称である。毎年10月14日15日に行われる。1の丸、2の丸、3の丸からなる3期のみこしをぶつけ合わせる神事と、旧七家村の絢爛豪華な屋台が激しく練り競う、勇壮な屋台練りが行われる。 万州の秋祭りの中でも代表的なものの一つである。松原八幡神社周期礼祭風流として、姫路市と兵庫県の重要無形民族文化財に指定されている。また、旧松原村の獅子屋台の太鼓の音は、日本の音風景百選に選ばれた。屋台昼前頃から、東山から順に、木場、松原、矢カ、目が宇佐崎。 中村の旧七家村の屋台が神社に見合い入りする。その後は日が暮れる頃まで各村の屋台同士が練り競う練り合わせが行われる。神社境内にはこの日のためだけに使われる観覧席が設けられていたり、屋台練りや練り合わせを見ようと多くの人で賑わう。夕方になると各屋台には提灯や電飾が灯される。本宮は早朝の梅雨払いから始まる。 松原の死士が三手蔵を授けられ、神社境内、おたび山山六の広場で、ぬさまいを舞う。練り葉の村では、早朝の海に入って、海水で心身を清める潮かきが行われる。境内で練り合わせしている旧東山村と旧中村の屋台。この日は、朝から屋台が見入りし、神社前の広場で練り合わせを行う。ただし、練り番にあたる村は、 屋台の宮入りを行わず、最後に三本の御しのぼりを掲げて、宮入りをする。すべての村の宮入り後、神様の移った三期の御しが練り番の村によって、拝殿から練り出され、神社境内において、御しをぶつけ合う神人が行われる。神社から、おたび山へと移動する旧中村の屋台、おたび山山頂へと登っていく旧中村の屋台その後、松原の子屋台、新館、御し、 屋台の順に、西方にある、おたび山へと向かう。おたび山山六の広場だけでも、みこしのぶつけ合い、屋台の練り合わせが繰り広げられる。練り合わせを行った後、四子屋台、みこし、各屋台はそれぞれおたび山を登り、山頂にある、松原八幡神社のおたび所に向かう。夕暮れが近づくと、それぞれ山からまた練りながら降りていき、再び麓の練り場で練り合わせてから、 各村へと帰っていく。時には、帰り道でも他の村の屋台と練り合わせを行う。兵庫県姫路市の南東部に位置する旧七河村、担ぎ手は、ネリコと呼ばれ、相撲と同様の回しを着用し、シンボルカラーの鉢巻きをする。村によっては地盤を切る。2001年、男性が倒れてきた見越しの下敷きになって死亡。また、2009年10月14日18時頃、 祭事に参加していた男性が2台の屋台の間に、挟まれ、頭部を負傷し死亡した。神戸新聞全国海外ニュース社会見越しに、挟まれ男性死亡、中島優子、中島優子、郷土市の考察、張りまと、亀山運平の障害体、近畿福祉大学企業8号1巻、2007年、P28。ありがとうございます。